園植物園チームラボボタニカルガーデン大阪。不思議な世界に迷い込んじゃった。レッツプレイ。やってきました、長い植物園。お邪魔します。何があるのかしら。広い。ここは椿園だって。綺麗ね。うん、ちょっと待って、何これ。あっちにもこっちにも。いっ、もうちょっとクモリン。揺れましたな。宇宙人さんだったりして。そんなわけないって。これはなんだ。岩木。鳥さんもいっぱいいるわね。隊長、こっちにはもっと大きい卵があります。なんだって。うっひょー、大量ですな。この公園一体どうなってるの。ここはどこ。木が光ってる。葉っぱも光ってる。さっき公園で見たような。ひょっとして僕たち異世界に迷い込んじゃったのかも。そんなバナナ。およよ、ヤポポ、君たちは妖精さん。よくわかったね、クモリン。クモリン天才です。困っちゃってるよ。もしかして迷子。迷子か。迷子かじゃなくて、助けてあげなきゃ。あ、そっか、僕たちと一緒にお家を探そう。ちゃんさん、さすが。クモリンも手伝ってくれるよね。もちろんよ。僕たちを応援してくれるお友達はグッドボタン。探すとは言ったけど、どこだ。こんな時はクモリン必殺やまびこ作戦。やっほーやっほーやっほー。わかりましん。ズコ、どうしよう。テクテクテク、きれい。すごい。でも、どこが誰のお家なの。そっか、ピコッとひらめいた。よーく観察して、描いてみたらわかるかも。お絵かき、さんさん、ナイスアイディア。みんなもここは誰のお家か一緒に考えてみてね。大きなまん丸にちょっぴりデコボコ、いろんな色があるけど、ピンクと紫にしよっと。触ると色が変わった。他の卵も変わっちゃった。魔法みたい。チャンさん見て、こっちの卵はちょっと違うよ。ほんとだ、中が曇ってる。ピコピコっと完成。ここは誰のお家かな。せーの、君たちだ。いってらっしゃい。次の場所は光が動いてる。ドラゴンみたい。かっちょいい。木と木の間をシュシュシュン。僕もシュンシュンシュン。筆みたいだけど生き物にも見える。ピコピコっと完成。ここは誰のお家かな。せーの、キラン。いってらっしゃい。次の場所は大きい。すごい迫力ですぞ。ここってもしかして鳥さんがたくさんいた場所。ぽよよ、羽みたいにしてぐる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 くるくる。ま、鳥さんが蝶々になっちゃった。あれも、ピコピコっと完成。ここは誰のお家かな。せーの、君だ。なになに、お昼の鳥さんの羽ばたきで模様が変わっていくんだって。シュモシュギ、いってらっしゃい。次の場所は炎。メラメラだ。あったかくてウキウキワクワク、みんなで踊りたくなっちゃう。ミラ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 ニン。
ウキ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 ワン。ピコピコっと完成。ここは君のお家だね。なになに、お家を見つけたお礼に炎を分けてくれるって。おお、火をもらえたの。うひょー、いい火だね。僕からサンさんにも。はい。うわー、なんかあったかいね。妖精さんありがとう。いってらっしゃい。これでよしと。で、あれ、また迷子。お家はどこだ。わかんない。妖精さんのイメージから場所を当てられるかもね。っつらお絵かき。少し細長くて綺麗なまん丸。なみなみ線を描いて。水色。紫。緑っぽい。ピコッとひらめいた。きっとここだ。さんさんさすが。見て見て。うわ、人と卵たちがおしゃべりしてるみたい。そうだ、ハットさん、ポッポッポン。いいね、僕はコンコンキツネさん。そろそろお家に帰らなくちゃね。いってらっしゃい。サンさん、クモリン、つくも。もう探したのよ。僕たち迷子の妖精さんを助けてあげたんだ。妖精さん、ほらあっちの方に。どこかしら、私には見えないわ。本当にいたんだよ。本当に本当だよ。クイズタイム。サンさんとクモリンが最初に助けた双子の妖精のお家はどこだったでしょうか。1、2、3。わかった子は LINE で教えてね。はいはいはい、答えはもちろん。そうだ、助けて妖精ちゃん。広い空間にたくさんのアート作品、自然いっぱい、異世界みたいな不思議な空間。みんなには違う妖精が見えるかも。お昼の長い植物園と夜の野外ミュージアム、チームラボ、ボタニカルガーデン、大阪。昼も夜も体験してみてね。やっほー、サンさんです。つくもよ。マリルだよ。算数の宿題難しいな。つくも、ここの問題わかる？どれどれ？15+8？ こんなの簡単よ。答えは22よ。あれ？違くない？15と8を足したら23だよ。やだ、本当だわ。つくもも間違えることあるんだね。恥ずかしい。私はおやつ作ってくるからね。え、うん。ああ、やだやだ。お料理してさっきの失敗も忘れましょう。できたわよ、つくもクッキーの出来上がり。やったー、いただきます。あむあむ。ん、しょっぱい。ほんとだ、しょっぱすぎるよ。あら、やだ、私お塩とお砂糖間違えてる。二人ともごめんね。気分転換にお外で遊ぼっか。あ、私縄跳び持ってきたよ。よし、何回跳べるかな。私もやってみるわ。せーの。つくも、大丈夫？お部屋で休んだ方がいいんじゃない？そうね。私って何してもダメね。もっと完璧なお姉さんになりたいのに。悩んでいるそこのあなた。え？前を向いて生きていきたいですよね。クモリンクリニックでは安心安全な治療であなたの人生をサポートします。なりたい自分になろう。イエス、クモリンクリニック。クモリンクリニック、まずはお電話を。なりたい自分、これだ。クモリンクリニックへゴー。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。はいはい、どうされましたか。私変わりたいんです。変わる？どんな風に？何でも完璧にできる
最強のつくもになりたいんです。ふむふむ、お任せください。さあここに寝て、麻酔を打ちますからね。チクッとな。むにゃむにゃむにゃ。では手術を始めます。手術の成功には皆さんの応援が必要です。今すぐグッドボタンを押してね。よし、まずはお腹を開きますよ。ふふ、骨を一旦抜いて心臓を入れ替えます。鉄の心臓にすればもう落ち込まない。肺は2つあるけど4つに増やしちゃいましょう。胃も腸も大きくして、腕はもう付け替えよう。足にもバネをたくさんつけて、頭には計算機をドーン。はい、これで縫い合わせていきます。で、できたぞ。私の最高傑作、最強の私？きっと最強すぎてびっくりするでしょう。さあお家へ帰りなさい。くもりん先生ありがとうございます。ただいま。あ、つくも帰ってきた。つくも、この問題がわからないんだ。また教えてくれる？25+9=34。あ、つくもありがとう。その次の問題の答えは58。ありがとう。その次が20、その次が34、その次が78、104、56、35、76、98、46、87。すごい、つくもがどんどん解いていくよ。ドリル丸々一冊終わっちゃった。つくもすごい。あ、私一体今何を。つくも、私にも教えて。あ、うん、その前にご飯作ってくるから。本当に私最強になっちゃったのかしら。できたわよ。わーい、いただきます。あん、え、ちょっとつくも、これ。あら、また失敗かしら。おいしすぎる。味がするよ。つくも見て、ミシュランガイドにつくも載ってるよ。三つ星だって、すごい。嘘、まさか本当に最強になってる。やった。ご飯の後は縄跳びで遊ぼう。よいしょよいしょ。私もやってみるわ。ほっ、やっ、はっ。戻ってこれたわ。つくも、次は鬼ごっこしよう。いいわよ。じゃんけん。ドリル！ちょっとどうなってるの？一旦お家に入らないと。ドアが壊れちゃった。
なことになるなら元の私の方がよかった。つくもつくも起きて。 あれ寝ながら泣いてたよ。大丈夫？夢だったのね。よかった。つくもどうしたの？私失敗ばかりの自分が嫌になって最強になる夢を見たのよ。別に最強なんてならなくていいじゃん。え？つくもは頑張り屋さんだからその分失敗が多いだけだよ。つくもの良いところもたくさん知ってるよ。いつも僕たちと一緒にいてくれてありがとう。つくもはそのままでいいんだよ。さあさあ、くもりん、私って私のままでいいんだ。二人ともありがとう。つくもの作るご飯も大好きだよ。あ、くもりんお腹空いてるんでしょう。バレた？はあ、橋本さんな可愛いな。私ももっと可愛くなって国民的アイドルになりたい。なりたい自分になろう。イエス、くもりんクリニック、くもりんクリニック、まずはお電話を。なりたい自分、これだ。可愛くなれるかな。たったいま、お外でたくさん遊んだけどまだ遊び足りないな。遊んでるな。何か聞こえたような。気のせいか。パトカーで出動。あれれ、 iPad じゃん。今度は動画見ちゃおう。あいつの触るもの全部バイキンまみれだ。あー、楽しかった。次は何を触るんだ。汚れた手でおやつを食べたらお腹が痛くなっちゃう。
まずは手を重ねてもみもみするよ。もみもみもみ。次は手と手を合わせてもみもみ。もみもみもみ。うわー、やめてー。グッドボタンマークを横にして親指をぐるぐる。ぐるぐるぐる。手のひらを指でゴシゴシ。ゴシゴシゴシ。最後に手首をくるくる、くるくるくる。お水でよく泡を流したらタオルで拭いて、きれいになった？なったなった。汚れた手で触ったおもちゃはきれいに拭いて。他にどこを触ったの？iPad とリモコンとドアノブ。触ったところは全部きれいに拭かないとね。うひょー、さよなら。これでよしと。さんさん、早くおやつ食べよう。もうくもりんたら。いただきます。そうだ、マイキーさん、さようなら。くもりん、ただいま。あれ、実はね、うちの庭から埋蔵金が発掘されたのよ。埋蔵金ってことはお宝がたくさん。うっそー。さあ、この鍵で開けるわよ。ドキドキ、ワクワク。あ、鍵だ。逃げた。追いかけよう。二人とも探してきて。でもどうやって？よし、くもりん、行くよ。え、どういうこと？おもりゃー。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。わー、とここは下水道。この懐中電灯をつけてみて。パチンコな。わあ、見える。よし、これで探そう。おお、道が分かれてるよ。どっちが正解だろう。とりあえず上に行こう。ああ、くもりん、ちゃんと考えてよ。いやあ、ネズミ。ほら、やっぱり下の道を行こう。あれ、また道が分かれてる。今度こそ上だ。ああ、くもりん、くもさっきと同じパターンじゃん。下の道を行ってみよう。もう怖いのいませんように。あれ、くもりん見て、土管だ。どこかに繋がってるのかも。土管だけに土管って爆発したりして。よし、入ってみよう。電子レンジに繋がってたの？ちっちゃくなってみるキッチン楽しいね。フライパンがこんなに大きいよ。スプーンもこんなに大きい。ほんとだ。あ、見て見て、おやつが置いてある。おいしいの。誰のかわからないから勝手に食べちゃダメだよ。はい。さて、もう少し探検を続けようか。Good morning.
鍵じゃなくって、うわ、鍵だ！やったー！よし、これでお家に帰れる。え、なにこの音。わー、なんか水が来たよ。下水だから水が流れてくるんだ。わー、わー、ここは海？クモリン、鍵は？あれ？てくれてありがとう。